寒いです。マジ寒いね。うん。始めました。やっほー。ララポート。ありがとう。ありがとうございました。オッケー、やっほー、イエイ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 、にゃ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 、おつつ寒い、めっちゃ寒かったよね今日、激寒だったよ、激寒です。ちょっと待って、これさ、見てこのパーカーね、ちょっとついてる、可愛くない？ちょっとついてます。ちょっとつきね、今日もフードできます。すべての色髪がさ、こうなる、髪がこうなってしまいます。お疲れ様、まあ、え、いつか制服飲み来る？待ってるよ、まあ、さっきぶりですね、めっちゃ来たね、4回ぐらい。またしかお疲れ様でした、今回も会えて嬉しかった。嬉しいですよ、そりゃそりゃ嬉しいですよありがとうね、まあ、ありがとう、あれ、あの、なんだっけ、花祭り、あ、違うなんだっけ、おひなさん、おひなさん、おひなさんの明かり、今日は幸せ、そうなんですよ、今日はちょっとね、宮丸さんとお隣でして、嬉しいです、コンペタありがとう、おしゃれありがとうございます。今日はお召し上げ、え、こちらこそ、あ、危ない、こちらこそありがとうございます。今日もね、いっぱいハートありがとう、コンペタありがとう、チョウチョです、ハートありがとう。名刺ありがとう、こちらこそ、あ、あれやん、このアミさんが描いた、なんだっけ、サングラスリス、私描けセンスじゃなかった、やっぱね、一緒にいる人とね、変わっちゃう感じですね。ありがとう、え、昨日公演見てきたの、嬉しい。で、でもかさ、名刺会の時言ってくれた、よかった、違かったらごめんけど。コンペタありがとう。昨日は2列目の端っこでした。え、どっちの端っこだ、右、右手じゃん、下手、上手、みやちゃんの受けたのしょ、いや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 、ないですよ、ないですよ、私、いやいや、今日はありがとうね、ね本当にダンボールさんって言ってくれた楽しすぎてね、いやもう楽しかったよ、ハートありがとう、コンペタありがとう、ハートありがとう、飯ありがとう、こちらこそ、かわいい、ありがとう、お疲れ、ありがとう、トトありがとう、あられちゃんめっちゃ良かったよ、あれ、あのナイスシャツナイスすぎる、もう一生着てんね、あれめちゃめちゃ良かった、あれ宮丸さんも大爆笑してたよ、後ろの写真でありがとう、ありがとう、ありがとう、帰り際に卒業おめでとうって言わせてたんですよ、ねね、わざわざ追加購入して言ってくれたの嬉しい、ありがとうね、ね、やだ、ゆあちゃんの分外まで来た違うよ、レナがうるさかった、ゆあはうるさくなかった。あさって初めて公園見に行きます、少し緊張しますが楽しい、え、本当に初めて、え、席どこだろう、ゆあのサイリウム振ってください、ゆあは赤ピンク紫でーす、今日は名刺ありがとう、お話できて、え、ね、2回来てくれたよね、ありがとうね、コンペタありがとう、てんちゃん2日間ありがとう、こちらこそありがとうね、ありがとうね、ねね
リリーベお疲れ様でした。こちらこそ。え、めっちゃあなた様あれでしょ、得でしたでしょ隣です。まあ岩徳でもあるんですか、岩徳でもあるのですが、髪ボッサボサ。ピアノ動画見ましたありがとうございます。あ、ミスった。まあいいや。ほら、ありがとう。え、そうだよね、今日言ってくれたよね。マジ嬉しかった、ありがとう。いつか3列目センター。お、めちゃめちゃセンターにいるじゃん、宮丸さんとシェアいや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 、もちろんもちろん叫びまして、ひな人形、あ、なんだっけ、明かりありがとう。明かりをつけましょう、ボンボリニーの明かり。こんばんは。あ、同志じゃないですかありがとう。今日サイン、あ、そうだね、確かに確かに。エアポート行かなかったの、家近いのにそうだよ、みゆまるさんとラブラブしました。生岩にあか、え、ありがとうね、名乗ってくれて。そうだよ、実物の方が可愛いってよく言われます。え、本当にどうも優しいやつ。そうなんです、あの本当に本当におばあちゃんがめちゃめちゃ感謝してて、でめちゃめちゃにめちゃめちゃに優しい人でしたって言ってました。本当にありがとう、岩からもありがとう、本当に。え、マジでめっちゃ面白くない？しかもよりによって岩と仲良しのファンの人っていうね俺も岩に会えたもんね、いっぱいあったけどね、会いたいよね。配信ありがとうございます。今夜の岩ちゃんめっちゃ可愛い、ありがとう。今日ありがとう、名刺もらって握手行く、え、伝えてくれてた、うんうん、ありがとう。そうだよ、 JK じゃなくなった。ハートありがとう。いやにゃん、さっきはありがとう、急遽ね予定なくなっちゃったから。え、そうだよね、びっくりしたもん。いや本当にびっくりした、って思って。やったー、ありがとうね、最後ハートできたね。しかもクロミちゃんバッグについてるの見てよ、言わ、やっぱりクロミちゃん同士でドスカムラモンジュール、あれちょっと混ざってますね。ララポート楽しかったね、ちょっと寒かったけど。いつかこっそり、なんでこっそりなんですか、なんでこっそりなんですか。髪切り、ありがとう。そう、あのね、髪の毛はね、今ボソボソなんですけど、髪の毛はあの一番気を使ってます。まあサボる時もありますか。2日間めっちゃ楽しかった、ありがとう。こちらこそね、ありがとうね、2日間来てくれて。推しと写真撮りました。え、まあちゃんとした通しは撮ってないんですけど、この1週間みゆまるさんには、そうなのでも言ってたね、ずっと行ってきますみたいな。え、 PR 動画めちゃめちゃ清掃じゃない、なんか、いや自分で見てびっくりしたもん。コンペタありがとう。え、顔と名前一致しました。え、ちょっと伝えたいことあったんですけど忘れ、言うの忘れてました伝えたいことあったんですけど言うの忘れてしまいました、すいません。あのトーク会で言います。え、今日で100回目、うわー、そうなんだ、すごっ。名称私から何枚集まったと思う、正解したと、え、待って激ムズなんだけど、それ激ムズなんだけど、え、それは何、岩の枚数ってこと、それとも12期全員。遅刻しました、全然いいにゃん、寒いのにめっちゃそれな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 あ、ありがとう、コメントありがとう。ニューニャン大好き、ハートありがとう。やばい、怖い危ない危ない危ない。まあまあ、名刺、え、わかんない、何枚配ったんだろう、全然覚えてないです。でも今日が一番、今日が一番名刺渡しましたね、マジで。比べ物にならないぐらい今日が一番渡したかも、多分。
間の感想は川村塾かメールに返信するね。本当にお疲れ様、ありがとう。見るね、どっちも。千葉県は誕生日順が出席番号たん、ん？そうなの？え？そうなの？千葉県ってか幕張？え、そうなの？え、じゃあ今日の並びは何あれ？今日の並びん？赤さた、え、でも違うか、ん？ん？赤さたな、赤さたな、あ、今日番号言っちゃうじゃん、今日名前順じゃん、名前順で、そうだ、ヒヤグがミオさんと隣なんだ、やばー、運命ですね、運命ですね、これ握手会も来てくれる、ありがとうね、流れ星ありがとう、生キモにはやめてくださいおひなさんありがとう、あなたもありがとう、名称は確かありがとうございました、やっぱりか、え、博士ですって言ってくれたよね、ありがとう、かわいいですか、あなたもありがとうほらありがとうおひなさんありがとうね、いつ帰るもんね、そうそうそう、でも公演すごかった、ダンス表現力、ファンへの笑顔、存在感がすごかった、目立ってた、え、本当に、いやなんかずっとないかなとか思ってて、存在感、あんたありがとう、あなたは、あ、間違えた、ボンボン、あ、あかりボンボンありがとう、コンペタありがとう、かわいいありがとう、1回目の時ユアニャンとミヤマルさんラブラそうだよ、今日何回手繋いだかなって感じ、ニャニャン今日は、え、ありがとうね、サイン会のね、あれも見ましたよ、またありがとう、コンペタありがとう、流れ星ありがとう、うん、はじめまして、初見さん、じゅうきちょーん、そうだね、コンペタありがとう、え、ライブ最善だった、いや、見たかったんだよね、ライブ、びっくりしながら喜んでるの可愛かった、みやまるさんに名前聞かれて答えた、え、そう、え、だって作ると思ってなかったからさ、聞いた瞬間、え、てか聞く前から待って、顔似てるぞって思って、でなんかめっちゃ一瞬だったから、おおおって感じでした人多かったです今日、最近お会いする機会が多くて、え、そうなんですよね、そうなんですよねとか言って、会えますよね、機会ありますよね、にゃにゃ本当にロング、本当やってますか、じいじもばあばも1時間、え、そうそうそう、言ってた、めっちゃ並んだって言って、で一会計に3枚しか買えなかったとか言ってね、え、孫ですとか言われたの普通にやばいけどね、それもガキレタソンのコンビ楽しかったですよ、めちゃめちゃ JK なんでね、ね、意外とね話す時間あったよね、あ、学校の話ね、え、誕生日順なの千葉って、全然名前順だわ、手紙を12期から、ん、12期か、12期生から誰を一番に渡すかと考える時になってきたと感じて、あ、もちろん私ですね、これ私です思ってた以上に可愛くて、また本当に本当に思ってた以上がどんぐらいだったどういうこと、ユアニャンの髪に巻かれてるだいぶやばいですよ、だいぶ、え、違います違います、もともとあの配置だったんですよ、本当に本当にびっくりでした、ミヤマルさん隣にミヤマルさんオタクソですほらありがとう、楽しみにしてた予定なくなって心がシュンってなったけど、ユーニャンに会えてニコニコありがとう、かわいいありがとう、よかった、ユアのおかげで楽しくなったね今日、うーん、ありがとう、まわ、ほんとに目で追っててくれたの、もちろんユアの名刺だけだよ、正解の時に12期生全部の前、
ちょっと待ってね。10でしょ。ユアイの名刺10でしょ。違うかな、もっとあるかな。え、そうなの、本当はチーム S。 え、そうなの、え、知らなかった。そうなんだ。配慮してくれたの。え、いや、うん、どうなんだろう。まあまあ MC よかったかな。今日は鎌田さんもミレイさんもみゆまるさんがユアニアの隣になるようにしてくれたんで。え、それ本当ですか。え、やば。え、それはやば、嬉しすぎる。もうそれはね、もう鎌田さんもミレイさんも大好きですね、それは。やば、ペッタありがとう。いや、名乗らなくても分かりますよ。てかもう名乗らなくても分かったけど、みゆまるさんが名乗ってたし。あとありがとう、コンペタありがとう。いつか4列目なんで、あ、また4列目、下手端っこ、下手だから右。 OK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 、 分かった、見るね。え、そう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 、待ち時間長かったらしいな。あ、そうです、みゆまるさんのお宅です。こんばんは。ニャニャンかきれなに卒業むず…え、全然大丈夫だよ。またトーク会とかに言おう。今は帰宅途中の車内で無音だけど、今日…え、こちらこそありがとね、2回来てくれて。行くって言ってないし、今日は髪の毛下ろしてたからね。でも名前ですぐ分かった、反応してくれてて…え、そうなの、そうなの、分かりました、やっぱり。え、髪の毛下ろしてるのもめっちゃ可愛かった。多分何でも似合うよね、髪の毛かわいい、いいなぁ、いいなぁとか言って。ね、びっくりした、サプライズだよこれは。ありがとね、こちらこそ本当にありがとう。今日名刺ありがとう、こちらこそありがとう、ありがとう、配信見てくれて。そう、みゆまるさんに結構ゆわにゃんをよろしくって言ってる人多くて。レインボースターありがとう。昨日の配信で名前言わないと怪しいのかと思ってたけど、そんな必要なく、え、そう。そうでしたね、もうすぐユアが先に答えちゃったね。ねえ、今日晴れてよかった。先週から何回もみまるさんに名前呼ばれて苦なんで苦笑いなんですか。覚えてもらうためにあさっても本当に、もう覚えたけどな。そうだね、握手会で名乗ってもらった方がユア的には嬉しいですね。またありがとう。あ、そうなんだ、毎回呼んでくれるんだ。ひな祭りありがとう、流れ星ありがとう。いや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 、冴えなくないよ。え、しかも全然じいさんとかじゃなかったくない、なんか岩的に30、40ぐらいに見たけど、30どんぐらいだろう、でも30代。やちゃんは劇場で、そうだね、サイリウムとか内輪があったら全然。宮丸さんに歯並び可愛いって、え、それな、なんかさ、ユアと話す前までずっとニヤニヤしてて。てんちゃんだけに正解は大当たり10枚です、12期生全部64。え、ってか当たったのすごくないよ。うん、全然普通に数えて10枚。え、すごくないよ、こりゃもうトーク券増すしかないね、全部増すしかないね、握手券とトーク会とツーショット。ララポート初めて、いや全然初めてじゃない、全然初めて、もう懐かしのララポートでした。研究生公演の見送りは川村さんに集中でき、そうだね、マジでびっくりした。コンペタありがとう、トーク会5時の入金してくれるの、ありがとう。
ありがとね。え、ケンタッキーの食べ放題行ったの？並び時間長いんだ。あ、結構高いんだね、2580。え、そうだよね、ケンタッキーって本当に頑張ってもチキンは2個しか食べれない。いいなって、なんでよ、ユーニャンこそ可愛すぎるし何でも似合うのか自信もない。ありがとうね。自己肯定感低めアイドルなので上げてきます。え、でもね、ちょっと名前呼べないからユアティンって呼ぶけど、ユアティンがあれ褒めてくれるから上がります。ハートありがとう。こんばんは、初見さん。昨日公演、今日名刺を、え、ありがとうね。なんかね、行ってくれた気がする。昨日公演見たよみたいな。コメントありがとう。 SKE ファンの30代若すぎる、あれ。でもユアには30、みんな38か43に見えます。ハートありがとう。そうですよ、宮丸さんとの会話こっちにも全部聞こえますから。マジね、楽しかったな。あと2週間でワクワクユアちゃん握手会めっちゃ、そうだね、あと2週間なのか。そうだね、ツーショットも増やしましょう。初見さんありがとう。ララポート初めてだったんだ。スカイキ、え、そう、待ってる、いやもうね、話したいから。ララポートでクロミちゃんの小物たくさん買ってきた。アンズさんとココミンとお揃いだけど、え、逆にいいの？逆にいいの、ユアがお揃いで。あさってもうちはもありがとうね、本当にありがとう。自己肯定感上げてこー。回転寿司は本当に、え、本当に結構割とガチめんで 4皿しか食べれないですね。でもその代わりにラーメンとポテトとコロコロチキンとあれ、お出汁を飲みます。前に3人選抜メンバーがいるのに、ゆあちゃんのことが気になって気になって、うわー、もうそれはあなた様の中の選抜ということでありがとうございます。塾長の名刺をゲットできるイベント、でも本当に、どうなんだろう。なんかそのいっぱい持ってる人が公演とかで譲ってくれたり、トーク会とかで譲ってくれたりするかもしれないかもね。それかメルカリとかに売ってるかもしれないけど、まあ売らないでって思いますが。今帰宅中なので落ち着いたら追加購入するね。こっちもユアに会える時間増えるから嬉しい。してくれるの、ありがとう。100キラ送りました、ありがとう。まあそうだね、どうしようかなって思ってます。配信でも勝ってもやるかもしれないし、やらないかもしれないしですね。あまりに可愛くてゆあちゃんを押していく自信。やば、自信つけた。いいわ、さっき会ったばかりなのにユアに会いたくなってる。ねえ、自己肯定感低めなのも一緒なのね、やば。本当に一緒だね、全部一緒だね。ね、お互いの自己肯定感高め合おうね。劇場版買った枚数の半分がユアに、ほんとすごっ、ほんとにユア推しじゃんね。そうだね、うちはね、モテたね、みんな。まあまあ、え、ほんと
X に上がってる。え、やば、見たい見たい。やば、嬉しい、嬉しいです。やった、絶対見よう。ありがとう、報告してくれて。私の友達と連番で連並んだけど、ユアニャン名刺20。ほんと？やば、名刺絶対そんないらないよ。ビューティフルのポジ、そうですね、結構いい位置でしたね。仕事から帰ってきました。塾長こんばんは。こんばんは、お疲れ、お仕事ハタ、ありがとう。メルカリはちょっと行けません。今日のトーク会でやっちまった出来事、なんだっけ、名刺のなんか何枚目かわかんない、なんか青い紙が入ってて、なんか仕切りみたいな、あれを渡しそうになったことですね。気づかずに普通に。そうなんですよ、宮丸さんと一緒に段取ったんですよ。イエーイ、嬉しい、え、嬉しい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 。ほら、ありがとう。ねえ、やだー、キモンやなの、やだー。コンペタ、ありがとう。ダンスの技術わからないですけど、あの柔らかい動きはアイソレーション、え、多分でも本当にダンスってアイソレーション大事だからかも。まあ、まだ全然できてないんですけどね。ほら、ありがとう。え、3月16日握手会一部来てくれるの、ありがとう。え、自己肯定感高いですか。いいな、高い人羨ましいです。え、そうです、宮前さんと一緒にこうやってストーブの前で温まりました。ほんと、ありがとう。やばい、見たい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 。え、それなばっか、え、ココミンの方がそれなばっか言うよ、本当に。15皿やばい。今日で12期全員に会えたけど、まだユアニャン倒して、まだまだですか、これからもずっとじゃないんですか。今日で確信がつきましたとかじゃないですか。やばくない、普通に普通にやばくない。そうですね、8時になったらやめます。まあ、もうやめるけど。え、 PR のゆあちゃんめちゃめちゃなんかさ、すごかったくない。めちゃめちゃすごかったくない。ねえ、やだー、それなんだ、レパートリー10、そんなんなって、なんでゆあさ、笑い方も10種類とか言われて、それなんどういうこと、それなんだ、レパートリーないんだけど。私、ほっこりした幸せそうなユアニャン見たら、私まで心が、そんな幸せな顔してた。いや、まあ幸せだったんですけど、マジ？やば、絶対見よ。絶対見よ。やば、なんか鼻でかく見えるんだけど、やだ。鼻がでかく見えるんだけど。え、本当に鼻でかく見えるんだけど、なんで？こっちの方がいい。え、ダメだ。横の方がいいのか？あんま変わんないっすね、ちょっと画面を固定してるので、今すごい画面になってると思います。あ、これじゃコメント見ないわ。やば、普通にやば。え、22時に行かなかったの？それは偉い、それは偉い、それは偉いです。ね、やだやだやだ。え、めちゃめちゃ三河弁だった。え、あ、違うか、あのそのユアのおばあちゃんの、あのもう一人のおばあちゃん側はめっちゃ三河弁だから、そのおばあちゃんとだったら三河弁で話せたかもね。だらーって。だらー、本当ありがとう。なになに、 TikTok？ あ、そういうこと、この画面が TikTok ってこと。さあ、読み男女しますかね、読み男女しますかね。 JKT48 してますよ。ジャンダラリン、ジャンダラリン、いちごって言うんだよ、三河弁って。いちご、いちご食べる、いちご読み
今日もありがね、ありがとうね。2、3回来てくれたよね。2回か。なんかでもあれなんだね、結構有名というか有名なファンというか、にゃちゃんしか見えない今のところ。これからもそう、終わりなの、ごめんね。終わります、ごめんね。誕生読みます。みんなありがとう、皆さんどうもありがとうございました。13位の方、ピンクのくまちゃんのクリームソーダの方、12位の方が中野愛理さんのアバターの方、11位の方が紫のちょっとチャラ男みたいなアバターの方、10位の方が、あ、そう、岩がね、あの猫、かわいい猫をサイン会で描いた方、9位の方が、あ、岩が描いた車やん。え、これめっちゃさ、うまくない？岩なりにうまいと思うんだけど岩なりにうまいと思うんだけど。8位の方、イワが描いた柔道着ガンダムの方、7位の方、イワが描いたピンクのアバター、クマちゃんアバターとガンダムの方、6位の方がアンズさんのアバターの方、5位の方がイワが描いたパンダの方、7位の方、読み男女、本当にありがとうね、おばあちゃんの件は。3位の方、イワが男女の方、イワが指さしている方、2位の方、イワが描いたバツマルくんの方、1位の方、歌舞伎のアバターの方です。じゃあ、イワが描いた歌舞伎のアバターの方です。バイバイ、ありがとう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 、切ります。